昨夜、神戸市西区で歩行者の男性が車にはねられる事故がありました。警察は車を運転していた77歳の女を現行犯逮捕しました。昨日午後8時半ごろ、神戸市西区伊川谷町で信号機のない市道交差点を歩いて横断していた男性が普通乗用車にはねられました。警察によりますと、はねられたのは近くに住む46歳の男性で、頭を強く打つなどして病院に搬送されました。男性は右足を骨折したとみられますが、意識はあるということです。警察は車を運転していた神戸市西区に住む77歳の無職の女を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し女は容疑を認めていて、歩行者に気がつくのが遅れたと話しているということです。警察は事故の原因を詳しく調べています。